はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきたいと思います。今日3月3日、ひな祭りの日です。というわけで、ひな祭りキャラクター、ニューゲームユン、ゆえくいメリー、遊魚って書くのかな、が年子で、ピックアップ召喚ありますね。3月8日まで、短いな。まあ、あのイベントボーナス、今やってるエトワリア冒険団後編のイベントボーナスもありますからね。いつも会社に泊まってる。グラマー苦手だ。グラム、グラマー、グラマラス。何言ってるんだ。青葉たちの作ったモデルをチェックしとかなきゃ。ちょっといいですか。サンキュー。おかげで助かったぜ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。さて、今回はこのクエストの欄にありますエトワリア冒険団、前編もまだ収集クエスト遊べ、など遊べるんですが、後編を今回はやっていきたいと思います。ストーリーを進めたいと思います。前回ストーリー1まで終了、セッション1か、終了しております。そしてですね、それが終了した途端にセッション2が2つに分岐いたしました。シュガーコース、リゼがついてますね、とコルク、ポルカコースですね。こちらは2人に分かれているので、と言ってますね。早速その頑張りを見せてもらいましょう。というわけで、水ですから土属性の、パーティーで組んでいきたいと思います。星さんか、すごいな。あれ、そうかそうか、結構今まだこの状態で星5は3人揃えるとあんまり良くないんですよね。さあ、シュガーをすでに獲得している人もいるみたいですね。行きましょう。やってみましょう。夏の女子高生はなめるなよ。なら一面クリアです。私の全力を絞り出します。3人とも、スクワップ使う、スクワップ、何やってんだ。ハハハハハ。
変ですね。バババ回復です。ないけど、まあいいか。チャンスです。本当回復がありますね。倒せるんじゃない？倒した。行きましょう。なんだっけ？倒しました。わーい、勝ったよ。さあ、クリア、撤退しないでクリアしましたね。お、ゆうこの仲良し度アップです。えへへ、うん、ああ、そうですね。なるほど。あ、ん、どうした。おっと、ゴーレムモンスターだ。ゴレムか。そうか。ぐにゅぬ。そうだな。いいですね。ぐにゅにゅが。最近すごく眠くなってる。疲れが溜まってんのかな。あ、そうだな。ん？遺跡？戦争に使うための砦の遺跡。誰だろう。ゆうこシナリオ、ご利益解放です。どうしたん？急に。え？え？今なんて言った？おっぱい占いです。ほんま？インカム、すごいな。ありがとうございます。そういう瞬間。え、ユウコはね。あ、そう。ウマ娘、汚れたウマ娘って感じがするな。え、なんで？ちゃうねん。はい。うわー、かわいそう。そこに混ぜてほしい。バトルのない説ですね。物語を進めていきます。うん、ゴレムがいますね。ゴレムの後をつけるように。それならある、なんかある、いけない、ない、きっとある。うわ、なんだなんだ、びっくり。おお、なんか。でも。ねえねえ。
いいよ。ああ。お、後ろ後ろ。バトルするしかない。遠足みたいでちょっとワクワクするわね。かかってこい。お、ちょっとバトルや。厳しいわね、私だって。私ももっと頑張ろう。来た。 OK です。お、地方シナリオ恐怖の街エトワリア解放。はい、なるほど。ではも、もしかして、どうしよう。はい。
どうしたんだろう。ああ。怖い話が続きます。おっと。もちろんコロクとも。サイカンナも。どうしよう。スノー、かなり怖がってます。もしかしたら。はい。ありがとうございます。よかったです。では。白い物体。さすがです。やばそう。じゃない、戦略的撤退。これで、シーズン2をシナリオクエストは全てクリアになりました。こんなやつシュガーがボコボコにしちゃうよ。このように収集クエストはあるわけですが、例えば収集クエストを例で言うと、さあ行くか、どっからでもかかってこい。でかい方を倒す先に倒そう。すごいダメージ。倒しました。うむ、今日も絶好調。こんなやつシュガーがボコボコにしちゃう。考えるの苦手なのに。さて、なんかシーズン3のが出まして、再結集ですね。ただこれシーズン2のを両方クリアしないと達成できませんので、次に、コルクポルカルートをクリアしたいと思います。さて、シーズン2ですね。今度は
ポルカコルクポルカモード進めていきたいと思います。絶対負けないぞ。今度は緑か。こちらです。風ですね。お、なんか学校暮らしのキャラクターが光ってます。これは使ってくださいってことですよね。はい、使いますよ。さあ、コルクを使うように言われてます。ちなみにコルクもあのガチャで獲得できるんですけど、獲得した人いるんですかね。まだか、なかなか難しいのかな。これ誰だろう。まあ行ってみましょう。まだ使うことはないでしょう。シュガーもいいですね。さあ、分かれた二人たち、コルクとポルカ。だな。なんだと？おや？なんで喧嘩になるの？つまり、かもな。コルクは一人で洞窟をもう一回調べようとしてただろ。でもよ。あら、助かる。いいですね。近い。誰？ソルト？なんかシュガーと関係してる人？ある任務の最中お願いされました。お、なんだろう。ありがとうございます。すごいアップ。あ、なるほど。ソルトは鉱脈、なんか岩塩ですかね。ソルト塩なので岩の塩岩塩。おお、なるほど。ソルトが地図を手に入れてたんですね。ええ、それは良かった。だな。はあ、でも。シュガーそのことを知らなかった。どうして？納得。わかる。なるほど。ソルトも調査、神棚を信じ倉庫からゴーレムについて過去の記録や武器を調べる。でもよ、今回騒ぎになっているゴーレムはかつてとある古代文明で作られていたゴーレムに間違いない。そこで、古代文明の秘密を現地調査。ソルトとシュガーはいつも一緒。はあ、人を振り見て毒舌、毒舌効果が。
あなたよりマシだよ。よし、受けて立ってやる。なら、ほら。結構強敵ですね。倒しました。いける。みんなで走り抜けましょう。さあ、クゼマシ先生、礼儀がなっていません。ちゃんと前を見ろ。しましょう。ふざけたらどうなるか分かっていますね。おっと、ここでダメージのおまけつき。これなら、これでは教師の威厳が。ん？使ってみますか。戦闘態勢に入るわ。じゃあ行くわよ。単体なんかな。ハルカーレシーブ。なんとかしないと。こうなったら、おっと、シュダ魔法だった。ちょっと肝が冷えたわ。でもやっぱり敵結構強いですよね。さあ、いろいろミッションを達成しております。ゴーレムだ。おそらく鉱脈の方からゴーレムが。ゴーレム、はあ、ゴーレムにもう占拠されてるとかないよな。魔法陣ぐるぐるかな。まさか。光って。わかりました。魔法陣かゴーレムが現れた。え、以上。つまりゴーレムが、ゴーレム製造機。なるほど。一回産んだらしばらくは魔法陣が出せるパワーがないってことですかね。よっしゃ。そういうこと。あれ？俺に任せろ。それ効くんかな。魔法陣ってこんな音すんの？そりゃそうだ。じゃあ、にゃろ、絶対負けないぞ。じゃあポルカ責任取ってもらおうか。炎ですね。ということでポルカを選びます。もうこのサポートのポルカ強くないんですよね。長引きそうかな。強くなってる。
まず一面クリアです。あらこれも回復かよ。でもあんまりダメージ与えられてないみたいですね。あ、間違えた。LOVE ラブ。あまりダメージ与えられてない。これ頑張るゾイが全部攻撃。おお、すごい火力。続きです。はあ、問題ない。ああ、理解不能。そうか。毒舌機能が働きますね。はあ。ええ。それじゃあちょっとつ盲信タイプって言ってもいい。さあこれでポルカコルクルートのシナリオクエストも全クリア。なるほど、絶対負けないぞ。脳筋ですね、典型的な。腕っぷしに磨きがかかったぜ。ひとまずこれをクリアしてみましょう。クセバス先生で行ってみよう。礼儀がなっていません。ちゃんと前へ移動しましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。クセバス先生だけで倒しちゃいました。やろー。
絶対負けないぞ。ちょっと困っててさ、サンキュー。すごくいい。さあ何がもらえるんでしょうね。うん、砕けた鉱石っていうのがもらえるみたい。これどういう効果があるんだろう。あとは生産石ですね、いつもの通り。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。さて、あとはクリアですね。別に。せっかくです。楽しむとしましょう。動きが鈍いぜ。早くも半分削られてるし。すごいダメージ。さあ、曜日クエスト行ってみましょう。進化獣ようですね。ようようってわけですね。ようは月です。ユミミオ、いろいろいますが、あくまで駆除を兼ね。行くの？よし、やりますか。投入のタイミングは問題ですね。負けませんよ。いいですね。さあここで安内代わり投入です。倒しました。やりましたね。ジゼオ仲良し度もアップです。
これはいい流れ。ああ、でも。キララさん、ありがとう。すみません。そうか。おい。改革まで用意して。なんだって？はい。怖がってます。まあ、怖いですよね。気持ちはわかります。いえ、ああ、はい、でもそういえば、あ、なんだって？素敵です。あら、そういえばそれはもう、はい、大ファン。なんだって？なんでやねん。へぇ、捕虜。光栄です。あ、そうだな。リゼオ秘密分かっちゃいました。でもキラキラキラ悪くない。なるほど。タビットハウスを制圧して。素敵だわ。あ、なるほど、そんな過去あったのか。これリゼの仲良しでも上がりました。いいですか？さあ、これで確実にあの石が300を超えるわけですが、よく分からんうちに受け取ってますが、お、24万なりましたよね。限界突破ができます、全属性で。誰に全属性をかけるか。そうですね、星4に2体かけるという手もありますね。今回はそうしましょう。ちょっぴり大人になっちゃったなんてね。大人意味深ですね。さらにキャラクターの限界突破に図ります。もう一体どうするかですよね。彼女ってまだ、あ、突破しないといけないんだ。ん、この辺は突破できないってこと？あ、持ってないんだ。なるほど、シマリンもいいですね。シマリン使い、シマリンアップさせましょう。これすごいんじゃないか。強くなった気がする。
と手伝ってほしいんだけど、頼めるかな？おー、グッジョブ！なかなかやりますな。私は八神子。ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。トレーニングにも行かせましょう。こんばんは。そろそろガンダムくるくるかしら。その召喚ですね。召喚をさせてもいいかも。今夜はお月様が綺麗ですね。なるほど、こうなってんのか。リゼと池田井ののが出る確率が高い。後編シュガーが出る確率は高い。でもあのコルク一辺倒狙いですからね。あえてここで使っちゃう価値はない。でこの辺はバランスがよく出てくるということで、まあここで言うコルクが出るまで、コルクの召喚が出るまでは待ちたいなという気はあります。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。はい、というわけで、今回エトワリア冒険団後編の第2章甘いものを食べると幸せになるんだよ、もうシーズン2まで進めていきました。これによって、知ってる？サルトの作る料理って甘くないんだよ。最終章のシーズン3が解放されました。このシーズン3をクリアした後はもう収集クエストどんどん行くしかないですね。というわけで、次回はその収集クエストシーズン3の後に収集クエストをやっていきたいと思います。はい、以上キラーファンタジアを、やりました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。